はははい皆さんこんこにちは今日は角度の勉強をしたいいと思います、ね、角度っていうとねそんなに、えー、習う回数が多くないんだな、えー、まあたかだか2回か3回ぐらいしかどの塾も習わないんじゃないかな、ね、でも、ね、突然模試に出てきたり入試にも結構出てきたり、ね、する単元なので習う回数が少ない分、ね、なかなか定着しないと思うんで、ね、印象付けて頭に残す工夫が必要だよね。 はい今日のワンポイント授業ではそんな印象を君たちにねちょっとだけ与えたいというふうに思ってますはいまず一つ目それは蝶々と呼ばれているものねこんな形が出てきたらまさに蝶々でしょねこの蝶々には角度の秘密があるんだよねはい英語をつけます ABCD という英語をつけますそうするとこの4つの間にはある秘密が隠されてるんだなはい見てみましょう赤い角度 を求めるには左の三角形を見たら外角の定理が使えるよね A と B を足したら仲間はずれの外角に来るんだから赤いところは A たす B だよねこれ左の三角形を見たわけだでも同じ赤いところが右の三角形を見ると今度は C たす D になるよねだって C と D を足したら仲間はずれここだもんな これの外角に来るんだから、ここは C たす D にもなるわけだよ。つまり A、A たす B と C たす D は同じ大きさになる。ね。このことを蝶々と呼んであげることにしよう。ね。蝶々の左の羽と右の羽は同じ大きさになる。ということでね。はい。そうすると、もう一個重要事項が出てくる。ね。はい。この形、お星様が出てきたときに、はい。印をつけるよ。よいしょ。 ね、五つの紫色の角度を足しましょう。そしたら合計何度になると思う？はい、という問題が出てきたときにだよ。これいろんな解き方があるんだけど、ここではわざと蝶々に登場してもらうやり方で解いてみようね。蝶々をどっかに作りたいんだこの図の中の。ね、どこに作ると思う？例えばここでやってみようよ。赤い線出てくるよ。よいしょ。 ここに赤い線を登場させると蝶々がどっかに隠れてるんだけど見えるねまあいくつかあるかもしれないんだけどここを見てほしいんだうわこれこの蝶々を眺めてくださいよねそうするとちょっとさっきの紫色の角度のうち見づらくなっちゃったところ蝶々の中に入っちゃったところを色変えるよはいということでオレンジ色になったよね こののオレンジ色の角度はどっ,かに移っていいかない、ね、ということで蝶々がちょっと違う向きに飛んでるからって言って見ることができないってことないよねこ,こんなのって横になって飛んでるよな変だけどねということでここが蝶々の右の羽だと思ってください右の羽のこの2つの角を足したのは左の羽にうと同じなんだよねだから移しちゃえばいいはいお引っ越しちゃおうそうするとねさっきまであった右の羽のところにバツをつけて 下の左の方に移っちゃったよってことになるよねはい勘違いしないでよ一個一個同じじゃないからねこの左の松とここが同じなんて一言も言ってないよあるいはこれとこれが同じなんて一言も言ってないよでも右の羽のこことここを足したのは左の羽の合計に等しかったよねはいということでお引っ越し終了ということになるので ほら見てごらん紫3つとオレンジ2つが今残ってるでしょこれ実はある図形の中に全部入っちゃったじゃないね大きな三角形の中に今みんなが収まってるよねということで結果お星様というのは全部出すと180度にあるねこれが重要事項の3番として教えておきます。もちろろんんこれ実はいろんな ことにも発展するんだけれども今日のねワンポイント授業ではここまでをみんなに伝えておきますはいもっともっとねいろんなことをみんなに伝えておきたい伝えていきたいんだけどはいそれは本講座の方で楽しみにしておいてちょうだいね